はい、皆さんおはようございます。キャムラと申します。今回もドラゴンクエストビルダーやっていきたいと思います。やっと手に入れました、ジャリーシー。わかんなかったですね、全然。新しい赤の扉の先に、こういう石あるじゃないですか、こういうちっこい石。この石を砕くことでジャリー石が手に入るみたいですね。しかもその赤の扉の先のそのちっちゃい石を崩さないと砂利石が手に入らないっていう、いやこんなわからないっすよね。いやーまさかの、結構探しましたよこれ。結構探したんですけどね、偶然たまたまあの土とか、削って丘を登ってた時ですね、たまたまうまいこと、その砂利石の元になるちっちゃい石をね、崩したらなんとかうまいことできましたね。いやー疲れた。水噴出やっとできた。これでまた、ケイシーちゃんの浄化噴水、綺麗な水があれば美味しい料理が作れる。一応って、病が治った患者たちで武器のアイディアを考えてて、みんなでヘルコンドルの対策してるんよね。患者のことで忙しいと。ありがたいね、みんな。あ、そうだ、綺麗な水は浄化水槽の近くでバケツを使えば汲めるはず。よしよしよし。これでまたクエスト進めていけるぞ。バケツ、バケツ。綺麗な水になってる。いいね。どこだ？あった。これ。よし。で、ウィアベースを使う。ほい。これで、まろやかでコクが深い。お腹満足。で、閉山の治療も完了。いいね。で、みんな、残る患者あと3人か。3人が体のかゆみ、2人か。2人が体のかゆみを訴えてる。3人か。やっぱ3人だった。上から、どっから来てんだよ。大丈夫か。どうやら死なずに済んだみたい。病室は他の患者たちは、土系色で目は血走ってるし、幻覚まで見て一日中上っぽいで、いや結構重症だよね。何かやばそう、せいぜい気をつけて看病してみると。病気に立ち向かう知恵と勇気がある。ぜひここに仲間に、いやぜひぜひ。金属の加工、いいね。金属家の中に入れといた。危なくない？命の木の実って結構尖ってるよ。エルちゃん、これでいけましたよ。新しい患者さんも治療終わったよ。見立てでは、飢餓の病。あ、腹減ってたってことな。栄養価の高いもんで。で、以前の患者が、未だに眠ったままで、治療法もわからない。なすすべがないと。それは困ったな。足を拭いて、体をさせても。あら、エルさん、なんか、ゲームがって、風なのか、ただの風だよね、おそらく。まあ、とりあえずはバトルかな。またしても、ああ、来たか。見え隠れしてる、ほんのわずかな希望の光すら、街すら、なんと、暮らし。よっしゃ、やってやりましょう。まあでもこっちは鉄のがあるんでね。しかもこの、おお、人面獣。よいしょ。はい、おしまい。いや、つえさすが鉄のの。他には人面獣いた。はい。
終わり。そっちも？ああ、結構みんな強いね。これで終わりか？もう一体、サッとしたい。いや、まずいまずい。入るな。待ちなさい。待ちなさい。待ちの中まで。よいしょ。あら。意外と攻撃は短いんだな。あー、これ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 、どこ行くんだよ。グリローワ様、やっぱりグリローワって言うんだよね。いやー、まずい。ウドラーじゃん。計14。結構体力あるね。不思議な踊り。いって。みんなは腐った死体やってほしいな。ウドラ、あーそっちにターゲット変更された。いてててて、16はまずい。薬草。なんかありゃ、ガリコ。眠らされてた。どうした。なんとかだったね。これで OK。薬草5個。ん？誰だ？誰がここに希望を振りまいてる？お、ヘルコンドル喋ってる？ヘルコンドルが喋ってんぞ。他の人たちは特に、あら、クエストとかは特になしって感じなのかな。どういうことだ。で、他にクエストとか特になしって感じかな。寝ろと言われたら寝たくなくなる。音がないと眠れない。うん。快適な、うん、そうだね。うん、絶対死にくる限りのことをした。うん。待ってみるしかない。言動さないのか。とりあえずちょっと寝とけば。うん、わっかっこいい。夢か？キャハハ、白心。耳をつんざく悲鳴が街に響き渡った。どうしたの？え、なんか嫌な予感。街がただなる気配が、街のどっかに何かが起きてる。え、どうした？ほう、もうすっかり良くなってね、もうすっかり。なんか危ないぞ。大丈夫なのか？僕はついに目が覚めましたよ。ウルスさんの考えが正しかった。ウルスが、あー、やばいな、なんか。みんな洗脳されてる？どうすれば？ジェシーを運命が這いずりまして、取っても。幻覚見てる。どういうこと？どうやら病室の方から。うん。どうした？みんなどうなってんの？食べたいって思い出してるのか？女の人の悲鳴だった？もしかして？どうしたの？患者様の様子が。うん、ついてくるようになった。銀狼さんそこにいたよ。どうしたの？何か起きてるんだよね。患者を見る前に心得てほしいことがある。異変があれば自分の身を守ることだけ。話はあと一刻も早く患者の元に行かねばな。患者、いや、いるよ、ここに。患者いますぜ。エキルさん、私がわかりますかと。うん。あ、やばいな、こりゃ。こりゃもう。マジか。そんな狭いとこで。ちょっと待って。こっち来なさいな。ちょっと待って、その狭いとこは無理だよ。
詰まってる。魔物が、人が魔物になっちまったぞ。あ、まずいな。これ狭い、狭いよここは。じゃあどういうこと？助けたはずの患者さんが、うん、ケンさん大丈夫？ウルス様、なんやさっきからウルス様ってどういうこと？死を乗り越えられた？死を超越できた？やばいやばいやばい。こっちは？虫が？ええー。やばいやばい。やべ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 。どうなってんの？床には穴が開いた。床というか天井。やべやべやべ。ああ、病室でやったか。とりあえずそんなことはどうでもいい。どうなってたの？大丈夫かな。あーあーあーやばい。どうか哀れな患者を救いたまえと。なんかエルちゃんもまずいんじゃないの？病にかかってる感じか、もしかして。ただならぬ不安と恐れの中で眠りについた。暗く沈んだ静かな夜、闇の中にエルのすすり泣く声だけはいつまでも響いた。助けたときは普通の人だったよね。で、それが、症状が進んでって、なんか魔物になってことなのかな。大丈夫かな？ケンローワさん、どういうこと？言葉を覚えとるか。病で使うことは死以上に辛く苦しい。どういうことなのか説明してほしいけどな。お前、心当たりあるんじゃん。あ、知ってるん、やっぱり。ウルス、うん、言ってたね。楽しい病の患者つけも口にしておったな。病の原因を作ったのは、人間じゃないの？遺跡の奥で今も生きとる。お主にウルスのもとへ行き、あの病について話を聞いてほしい。あの主に生きるのはお主だけど。ゲンロワの手紙。バスの目的が、表示されたと。どういうこと？怖えな。なんかまずいな、みんなの士気というか、噂に聞くゾンビってやつ。ゾンビは歩くゾンビ、走るゾンビは良くないゾンビ、どういうこと？あ、いいゾンビも悪いゾンビもね。ああ。今のところは木の窓 A で窓か。まあ今のところはなんとかみんなやっていけてるけど、こんなことを何回も続いたらみんなの心が先に折れちゃうってよ。ケイシさんにザックさんにノリンさんから相談を受けた。ああはいはい、開発したいってことでね。リリパッドが持つ武器、弓矢か。どうにか形にしてやって。なんか出てくる。大弓？大弓。床に設置して矢を打つ機械仕掛けの大弓。置いた後、まるで、矢を打ってるぜってことね。新しいこっちの方で。ここなら大弓作れるってことかな。しっかりした布。とりあえずに、なんか作れる？こぎ。移動速度が上がったり、
二回戦服いいね。の奥、あ、青い秘宝、青い秘宝はちょっとわかんねえから、とりあえず警護衣作るか。やっと新しい装備が、おお、いいね、ちゃんとそれっぽいちゃんとそれっぽい。じゃあ、またお湯、家具なのか、これ。木材に、木材できる、そんな感じできるんや。結構簡単に作れるのか。お湯、できたでー。おー、降りてきた。うん、対抗策のお湯完成したよ。攻撃当てれるんじゃねってことでね。来たばかりで詳しいことは知らんけど、ローアさんの湯いいとこありとか、ハードとか、こうだとか、匂いをこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえない。これがあれがどうであれ。確かにね。ヘルコンドル倒したら、空の闇晴れるのも間違いない。まあ、それも事実だわな。一緒に全部進めていきましょう。さらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かも。高い場所、ここ、高層マンション予定しかないしな。血が足りないってか。いいでけー。この辺設置しといたらいいの？使う。おお。すごいね。高い場所か。あ、しまった。いいすの。じゃあどうしよう、高台ここに作るか。で、建物が。原木とか木とかな、レンガにしたかったけどな、できればな。あとちょっとずれてるしな。まあこの辺りはしゃあないか。ここまでか。ここまで本場は、そっか、1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス。ここからやったら、1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス。ここまでか。本来やったらここ。あー、これがちょっと出すぎてんやな。ちょっと作り直すか。作り直そっか、ちょっと。もうしゃあない。これはなんかちょっとな、実施しときたいからな。はい、皆さん、できました。左右に大きい塔というかね、建物を作って、こんな感じに、左右対称になる感じにしてみました。いや、結構かかりましたね、これ。
多分2時間ぐらいでできたかな。で、噴水と、で、奥が、畑ですね。ちょっと手前、日当たり悪いな。その辺は今後、まあまあ、どうにかなるでしょう。あら、拠点が狙われてるけど。あと、できれば、この辺の土をね、鉄じゃないな、レンガとか、ああいうのでできたらいいんだけどな。さすがにそれでやろうと思ったらちょっときついんでね。まあ一応今のところ土でなんとか我慢って感じですね。そうですね。じゃあ今回はここまでにしましょうかね。あら。いじじじ。ダメだよ、拠点を襲っちゃ。よし。それじゃあ、次回から、ウルスの元に行きましょうかね。先ほどなんかね、先ほどというかね。ね、患者が腐ったしたりとか魔物になっちゃう原因が多分ウルスに聞けば何かわかるんじゃないかなということでね、それじゃあ、次回からウルスの元に向かいたいと思います。また、次回の動画でお会いしましょう。それでは。